はい、大楽の元です。今回の話題、判明、9000年前、日本人、文化、言語は韓国起源だった。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。ということで、日本のルーツが韓国だったということが、ブランドお墨付きで発表された、そんな大変興味深い話題であります。韓国語といっても今のね韓国語の体系が出来上がったのをいつからと見るかそういった問題はあると思いますが、彼らが言うところの韓国語はこれまで中央アジアの遊牧民の言葉に由来していて、その遊牧民が世界方向へ移動していった。そんな中で現在の韓国語にも影響を与えて残っているとこれまで言われてきたということであります。しかしこのことですね、その説が覆って、実は9000年前の中国東北部で暮らす農耕民、こういった人たちが使っていた言葉がルーツだったという話がネイチャー、まあ有名な雑誌ですね、世界的に有名な科学雑誌、そしていろんな学術論文なども紹介するそういった雑誌でありますけれども、ここで発表されたということであります。研究にはドイツ、韓国、アメリカ、中国、日本、ロシアなど10カ国の国語学者、考古学学者、そして遺伝生物学者、こういった41人がここに名を連ねているということだそうです。それを韓国のメディアが今回伝えたということでありますけれども、なんだか妙な胸騒ぎもしますけれども、この学者一覧、韓国応援団ということではないでしょうね、まさかね。まあさて、内容でありますけれども、中国東北部で暮らす農耕民とは一体どんな人か。それは遼河の一帯で吉備を作っていた人たち、そういう人たちだそうです。それが朝鮮半島まで移動していって、まあ農耕とともにですね移動していって、それで今に至るということです。中央アジアの遊牧民とはそれは違いますよね、とこういうね説でありますけれども、韓国語はトランスユーラシア語、まあこれはアルタイ語族ということにもなるわけですけれども、それに属するということで、日本語、モンゴル語、チュルク語、シベリアのツングース語などがここには含まれるということです。それがどのように広まっていったのか、これまでは分かっていなかったというのが今回論文を出した研究者たちの前提になっているわけでありますが、トランスユーラシア語族、まあアルタイ語族の特徴としましては、例えばグツグツ、グラグラといったような同じ音で繰り返す言葉があったり、まあただこれはですね、世界的にいろんな言葉でですね、あ、見られると思うんですけどもね、何々何々とこうね、繰り返すような、例えばそのもののありさまを表現するような言葉ですけれどもね、それは他にもあるような気がしますが、まあそういうことで、それから主語、目的語、述語の文法があると、それから修飾語が非修飾語の前に来ると、こういうのが特徴だよと、このようにですね、言っているわけです。で、今回研究されたものは、どんなことがね、視点にあったかと言いますと、農業と畜産に関する語彙の分析、それから新石器、青銅器が出土する場所の調査、そして初期農耕民の遺伝子分析、こういったことを行ったそうです。実はその論文には韓国外語大学のイ・ソンハ教授、アン・ギュドン博士、東亜大学キム・ジョヒョン教授、ソウル大学マシュー・コンテ研究員、こういった人たちが、まあこれは全部韓国の人ですけれどもね、そういった韓国人研究者も調書に参加したということで名を連ねているそうです。極めつけはですね、この一文ですよね、この記事の最後にありますけれども、韓国の慶尚南道東栄市翼地島の遺跡で出土した古代人のデオキシリボ核酸 DNA 分析により、中期新石器時代の韓国人の祖先の DNA が日本の先住民である縄文人と 95% 一致するという事実も初めて確認したというね、こういうことが最後にバシンと書かれております。まあこの一文を書きたいがための、おそらく今回ねこの記事だと思うんですけれども、だから日本人の祖先は韓国人、だから我々は兄なのだと、こういうことがね言いたいんだと思います。
石器も青銅器も稲作も朝鮮半島から日本に伝わって、今の日本語の語源も韓国経由で出来上がったと、こういうねとんでもないことを最後に結論付けているのと同じですからね、これね。しかも9000年から遡っていますけれども、本当に大丈夫なんでしょうか、この論文。専門的に詳しい人がいたらね、そんな笑ってる場合じゃないんだというのなら、ぜひね明快にその辺を私たち一般の人たちにも分かるようにね説明してほしいところですよね。これ他の学者さんたち何か言ってないんでしょうかね。そもそも日本語と今ある朝鮮半島の言葉は、日本が統治時代に伝えたものは別といたしまして、そういった単語はね、まあ、のけまして、発音一つ一つとっても全然違うものだってね、私たち一般人素人目にも思うんですけれども、そもそも9000年前の中国大陸の遼河の話はね、それはそれでいいとしても、その後朝鮮半島の文化がすっぽり抜けてしまっているんですよね。どうやって伝わったか、その後ねどのように朝鮮半島で拡大していって、朝鮮半島の文化が育っていったのか、そして最後にどのように日本列島に伝わったのかということが全くなくて、いきなりですねズドーンとね日本に伝わったと、そういうところにね脅し込んでいるだけなんですよね。その辺も論文を読めばちゃんと納得させられるようなことが実際にはね詳しく書いてあるのでしょうか。まあ朝鮮であってもですね、韓国と呼んでもですね、言葉は何でもね彼らが満足する、そういったものを使えば良いと思うんですけれども、できれば今回の論文に名を連ねた41名の学者さんたち、どなたでも結構ですので、古代から一朝鮮まで朝鮮史の全貌というものもね、今一度つまびらかに論文にして、最後はどのようにして日本列島に伝わってきたのかということもぜひご解説願いたいと私は思うところであります。まあ彼らもね、前回はこれより前の動画ではアメリカのニューヨークタイムズ、こういったものにね載せて防護しておりました。また今回はネイチャーでありますけれども、こういったねブランドを使ってくるということですが、私は科学者でも何でもありませんし、断言することなんて到底できませんけれども、ただその科学者が何かを主張するときには、まずは論文を出すというのが最低限の始まりだと聞きます。別にねネイチャーにこういった専門誌に載ったからといって、それが公明正大に証明されたということではない、むしろこれが始めの第一歩だと、このように私は解釈しておりますけれども、どうなんでしょうか。ただこういうもの一つ一つが決して軽視できないというのも、積もり積もってそれが下手すればですね事実になってしまう、そういった怖い話でもあると私は思います。はい、ということで続きまして、今回ご紹介するタイ人の声でありますが、韓国発信の朝鮮史といえば、そのほとんどが今やドラマや映画であると思います。それを見たタイ人からはこれまでにこんな声が上がっておりました。まずはね、一人目からご紹介していきます。小さな王朝がなぜ全時代を通して中国軍とやり合うことができたのか疑問に思いましたと。この人も以前韓国の歴史ドラマあるいは映画を見てね、ちょっとおかしいぞとこのように思ったんだと思いますけれども、それから朝鮮半島はずっと中国や日本に支配されていたはずなのにと、こういうコメントであります。これはね正しいコメントだと思いますけれども、それから朝鮮は完全に占領されたのではなく、中国に仕えることである程度の自治権は維持できたようですと、こういう意見もあります。それから朝鮮半島はとうとうモンゴルがずっと支配してきましたということで、まあここまで読んだだけでもほとんど独立国という感じではありませんよね。自国の歴史そういうものがあるという感じでもないというのがタイ人のコメントからも伺えると思います。それから韓国自身によって書かれた歴史はかなり歪んでいますので、見ないことをおすすめします。古代韓国領はトルコの西岸から東南アジア一帯まであった。孔子は韓国人、漢字は韓国人が発明した。漢方医学も韓国起源、日本の剣道は韓国起源。韓国は1万年以上の歴史を持つ世界最古の国、メソポタミア文明の創始者、世界で初めて鉄の技術を発明、
中国起源の伝説、皇帝は韓国人、こういったねコメントでありますけれども、このコメント見ただけでもこれだいぶ前の大臣の声でありますけれども、今見ただけでも今回の先ほどの記事の話題と被ってきますよね。9000年前と言っておりましたけれども、ここでも韓国起源は1万年以上の歴史、それから鉄も韓国人だということでありますけれどもね。はい、それからもう一人、韓国が宇宙を創造したというのが抜けていますというね、こういうねフォローもあります。それからこれに返信でしょうか、そこまでは言わないようにしていましたということであります。それからでもタイは韓国オタクもいますからねということで、あまりね変なことばっかり言ってると怒られるよということでありましょうかね。こういうところに時々わっと出てきて、ものすごい剣幕で怒る人も出てきますからね。それからもう一人、それ極力言わないように気をつけていたと、こういうことであります。これは先ほどの韓国オタクさんのことについてね、あまり言わない方がいいよということだと思います。それから中国の支配下でほとんどの影響を受けています。李氏朝鮮時代から日本の影響を受けて今に至る、気候と地理から肥沃な土地には恵まれず貧困もあった、それが芸術が発達しなかった要因の一つでもありますという、こういうコメント。そしてこれに関連でしょうかね、最後のコメント、韓国にはそうした美術品や文化財が諸外国に比べて非常に少ないのが特徴です。でもだからといってよその国のものをコピーしては自国のものだと自分たち自身に言い聞かせる習慣はとっても嫌ですというね、こういう最後の人のコメントでありました。はい、ということで今日の動画はここまでです。皆様は今回の話題、そして大臣のコメント、どのようなご感想ご意見をお持ちになられましたでしょうか。ぜひ今回もまた皆様のコメント楽しみにお待ちいたしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、ベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。